にちは、お昼ぶりです。私はオンラインお話し会がこの後あるのでメイクしました。これはすっぴんではないです。口の色なさすぎてやばい。うん、星投げいっぱいよろしくお願いします。星をたくさん集めてます。うん、アイスいっぱいあるの楽しみだね。アイス？アイスがいっぱいある。え、どこに？あるんだって。って、え、会場に？オンラインお話し会の？え、すごい。な、31かな。なんだろう、食べたい。こんなに暑いとありがたいですね、アイスの差し入れ。業務用のケースに大量に入ってた。あ、じゃあなんかいろんな種類のアイスがあるってことですか。え、楽しみになるじゃないですか、そんなの。誰か情報。ね、何の種類があるのか分かんないけど、まあ楽しみですね。会場行って、じゃあ空いてる時間あったら食べます。確かに売り切れてる可能性もあるね。どうなんだろう。なかったらどうしよう。まあその次はコンビニで自分で買えばいい話か。で、あったらラッキーですね。じゃあ、夜までに品切れになるのかな。まあね、大人数のグループですからね、分かんないですよ。配信を一度切るかい。いや、そんなことしないです。そんなことはしないです。15時までしっかりやります。また来たよ、ありがとうございます。あ、純一さん、ピンクマ10個ありがとうございます。クマ10個もらいました、ありがとう。純一さん、もう本当にキャババの極み、ピエン。このピエンマークかわいいよね。てか、なんかその顔文字のマークとか、そのスタンプ
が日に日に増えていってて、あ、え、こんなマークあったっけみたいになる、たまに。私あの最近こういう手でハートしてるスタンプが好き。私多分ね結構使ってるの、ね、最近それが可愛くて好きですね。あ、え、好き、この溶けかけてるやつ、これも好きですね。でもモバメだと文字が化けちゃうのでそういうのは使えないんですけど、そう、これエイト応援さんのこれのマーク、これが好き、これ可愛くない？ピエン可愛い、なんかいっぱいありますよね、どんどん増えてく。携帯をアップデートとかするとなんか増えるのかな。お、黒のペイントさん、ピンクマ10個ありがとうございます。ガオガオありがとうございます。うん、みんなのお気に入りの顔文字は何ですか。ちょっとここに打ってみて。あ、指ハート、え、こんなのあるの、すごい。あ、敬礼は、敬礼も新しいですよね。あ、このハートのやつ私も好き、このハートポンポンポンついてるやつ。あ、シンプルにスマイル、このムンクの叫びが好きなんですか。うん、あ、このよだれ垂らしてるのはよく使います。よだれ垂らしてるのと、あと舌が出てるスタンプ情けないやつ、面白い。あ、宇宙人マークね。あ、スイカとかはそうですね、確かに夏のイベントの時とかにスイカマーク使います。すごい楽しい、いっぱい絵文字が。泣きスタンプは、あー、泣きスタンプも予定なくなっちゃったみたいな時とか使いますね。なぎちゃんよだれ、なんでよだれいっぱいある、すごい。来週から夏の終了やってるよ。夏の終了って何ですかね。夏の終了なんだ。なんでしょう、なんだろうね。日本じゃないっぽい。あ、え、日本のテレビの名前だよね、夏の終了って。多分日本のテレビではないのかな。ね、で、わかんない、私がテレビあんま見てないからかも、わかんないのは。暑いですね、ね、暑いです、本当に。エアコンつけてるのに暑い。なんか今日はでも特別暑い気がしますね。うん、セミうるさい。セミね、最近すごい鳴いてる。
泣いてるし、あのセミの抜け殻もよく見つけます最近は。そう、でもセミの抜け殻集めんの趣味みたいな子いるじゃないですか。私セミの抜け殻触れないんですよね。服につけるの？すごっ。服にくっつけられるんだ。キツギムシみたい。抜け殻集めたな。私は無理。服につけられたらもう鳥肌ものなんだけど。なぎちゃんごめん、今白クマアイス食べてるよ。いいな。でも私白クマアイス食べたことないんですよね。見た目すごい可愛いけど食べたことない。でもどうだろう、バニラアイスの味がしたら食べれないかも。バニラが苦手だからね。でもどっかの名物ですよね。鹿児島だったっけ。うん、鹿児島なんだ。食べたことないのよ。じゃああかんやんけ。バニラ、バニラアイスですか。じゃあ食べれない私。食べれないかも。ダメですね。見た目は美味しそうに見えます。でもね、本当に私スイーツで苦手なものが多いな。フォローしますね。ありがとうございます。フォロワーが増えました。でもなんか毎日今ショールームしてるじゃないですか。毎回毎回なんかちょっとずつフォロワーが増えていってて、ああフォロワーって増えるんだって思った。当たり前だけど。そう、ね、だからまだフォローしてない方はフォローしてほしい。フォロワー増やしたい。インスタじゃなくて、ショールームの。桃フラペチーノまだあったね。でもなんかさ、桃フラペチーノが人気すぎて販売期間よりもちょっと短く終わっちゃうみたいなの記事見ました？なんか書いてあったニュースも、ネットニュース8月の2日ぐらいで終わっちゃうみたいな。本当はでもどんぐらいやる予定だったのかちょっと知らないんだけど、なんか早めに終わっちゃうらしいですよ。売り切れ続出って書いてあった。でも私はもうね3回も飲んでるから、3回飲めばもうね満足ですよ。はい、よかった、いっぱい飲めて。でもね、それぞれ違う場所で飲んでる。北海道で1回飲んで、
長野県のパーキングエリアで一回飲んで、仙台駅で一回飲みました。なんかポンポンポンって感じで飲んでましたね。そう、やっぱ期間限定で、期間限定で私はそのフルーツ系のさっぱりしたの大好きだから、もうある時に飲まなきゃって感じなので、仙台でイベントあったじゃないですか、この間。それでそのみんなはずんだシェイクとかを買いに行くんですけど、仙台駅で。でも私とあやねちゃんはスタバに行って桃フラペチーノを買いに行ったっていう。ずんだシェイク飲まなかったです。なんかあやねちゃんもずんだあんまりって言ってて、そうずんだシェイクがそうね、飲んできた。なんかエスパルみたいな、パルコの、仙台だから S なのかな、エスパルっていうなんかね名前。そう、なんか、あ、仙台にしかないパルコみたいな。パルコはパルコだと思ってました。 S がついてた。あ、エスパルとパルコは別物なんだ。そうなんだ。なんかエスパル、なんかパルだから、あ、パルコの仙台バージョンなんだなとか思ってた。違うんだ、エスパルとパルコ両方なんですね。確かに建物は2つありましたけど別物なんですね、知らなかった。でもね、スタバはパルコの方にあったかな。ね、正しい知識を吸収しました今。そう、もうね、桃はね、私どこ行っても飲みたい。桃と、まあ、いちご2つが出たらもう絶対飲めるチャンスがあったら絶対飲むみたいなとこあるから、私好きだから、そのフルーツが。でも次は桃のかき氷を食べたくて、でも桃の季節急がないと終わっちゃうからさ、食べれるかな。なんか桃が丸々乗ってるみたいな感じのやつ、丸々じゃなくても桃が乱切り、乱切りにっていうか大きめに切られた桃が乗ってるやつが食べたい。8月中に食べたいな。でもね、お高いと思いますけど、まあでもその値段を払って食べる価値はあると思う。だって桃高いもん。削り桃？削り桃か。でも桃はね、私凍らせない方が好きだな。お、黒曜かっこ弱い人さん、ピンクマ10個ありがとうございます。ピンクマ10個もらいましたよ、ありがとう。ピンクマ丸ごと1個使ってる。いやでもほんとその勢いですね。丸々1個入ってるんじゃないかっていうぐらい、そういっぱい入ってる。ね、期間が短ければ短いほどいっぱい食べたいってなっちゃう。
ざく切りの桃ね、大きい実の桃が食べたい。フルーツサンドとかもいいな。あー、いいですね。フルーツサンド、フルーツサンドも高いんだよね、結構。中のフルーツが大きければ大きいほど値段も比例して高くなっていく。イチジクが世界で一番好き。え、珍しい。イチジク？イチジク私食べたことない。ないですね。あ、なんかジュースとしては多分飲んだことあるんだけど、フルーツとしてなんか食べたことがない。うん、桃しか使わない専門店が東京にあるよ。そんな場所あるんですか、東京。調べてみますね。食べ過ぎると良くないらしいよ、イチジク。何、食べ過ぎると毒みたいな、食べ過ぎると意識失いますみたいな感じ。良くないの、ナツメグ的な感じでしょうか。聞いたことある、理由忘れた。ああ、そうなんですね。パイナップルも好きですね。好きだけどパイナップルは食べ過ぎると舌が痛くなるから、まんま食べないようにしてる。いや、アレルギーじゃない絶対。え、みんな痛くなるよね、舌食べ過ぎると。多分ね、それは嘘、痛くならない、なりますよね。そう、ピリピリする、いっぱい食べるとね。ちょっとだと大丈夫なんだけど、多分私が食べ過ぎなだけなんだけど。そう、なんかやられるんだよね、なんでだろう。そうそう、成分だよね、パイナップルの。酸味で痛くなる。あー、酸っぱいね。あ、キウイでもなる。キウイもそうだよ。キウイも、まあ、ゴールドキウイは多分あんまなんないんだけど、多分緑のグリーンの方、普通のやつは多分食べ過ぎるとね、舌が痛くなる。意外があって意外がします。マンゴー食べますか。マンゴーはあんま食べないです。でも私のお兄ちゃんマンゴーすごい好き、うん、マンゴーをそのままフルーツで買ってきて自分でなんか四角くこうやって切って食べてたりしますね。冷凍マンゴーとかよく食べてましたね、私じゃなくてお兄ちゃんが。
はね、そのマンゴーのちょっと食感があんま好きじゃなくて、ちょっとねっとりしてる感じ。そうだから、まあ、ジュースとかだったらいいんですけど、食感がダメですね。アボカドもダメ。いや、アボカドは好きですね。アボカドはもうバターとして考えながら食べると全然美味しい。アボカドはフルーツじゃないかな。でもなんかこれフルーツだったのみたいなあるよね。トマトとかフルーツだよね確か。あれ野菜？フルーツの分類じゃなかったっけな。なんかこれフルーツなんだみたいなのあった。あ、フルーツじゃん、スイカだ。そう、スイカは野菜。そうだ、スイカはフルーツじゃないっていうね、びっくり。トマトは野菜か。スイカだ、スイカがフルーツじゃないんだ。じゃあちょっと57分になったのでランキングを読みたいと思います。13位はペギさん、ありがとうございます。12位はサンちゃんさん、ありがとうございます。11位はケルビンさん、ありがとうございます。10位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。9位はカズキさん、ありがとうございます。8位はモリリンアットマーク握手会よろしくさん、後でね、ありがとうございます。7位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。6位はトカチンさん、ありがとうございます。あ、そして5位は縁の下さん、ありがとうございます。4位はカントリーアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。そして3位黒のペイントさん、ありがとうございます。2位は国曜過去弱い人さん、ありがとうございます。1位は純一さん、ありがとうございます。ではまあこのあと、まあ、4時くらいからねオンラインお話し会は始まりますので、今から私は移動したいと思います。はい、ね、お話し会よろしくお願いします。今日4部あるね、今日は4部連続なのでお願いしますね、頑張ってきます。皆さん、この配信が終わって寝ちゃって寝坊したとかがないように祈ります、はい、ちょうどこの時間帯ってね眠くなるので、まあ、寝てもいいんですけどお話し会に遅刻しないように気をつけてくださいね。眠いね。じゃあそろそろ終わろうかな。ね、眠そうに参加する人もいそうだね。頑張ってね。じゃあバイバーイ。またねー。